どうも、シャペンです。今回は、あるコンテンツについての話なんですけども、それはですね、心中の聖域です。これをね、久しぶりに聞いた人いるかもしれないですけど、今回は心中の話ですね。で、なんで今更こんな話するかっていうと、全然更新がないんですよ。全く更新されない。それなんでちょっとね、なんか話題に出そうと思ってやっていきます。で、最初の追加が、去年の5月なんですよね。去年5月にティグノスが追加で、その5ヶ月後の10月にガラゴーラが追加、この流れならね、5ヶ月刻みで来るかなと思ったら、だから次3月、今年の3月ぐらい来るかなと思ったら、もう8月ですよ。8月の終わり、平成最後の8月終わりますよ。何をしてるんだと。で、あと真珠でなんかあるんですよ、モチーフが。キャラもいるんですよね。それこれなんですけども、これな、中国の指針ってやつで、見てわかる通りティグノスがこの白虎虎ですからね、多分これに入るんですよ。でガラゴーラがこの玄武っていう亀みたいなやつ入るんで、残りまだいるんですよね。この朱雀っていうんですか、朱雀と青龍っていうこのかっこいい二人まだ残ってるんで、せめてこの2人だけ出しても終わりにしてほしい。完結させてほしいです、本当。で、おかしいですもん、モンストのあれ押したら分かりますけど、聖域なら押したら分かりますけど、左半分に寄ってますからね。左半分にめちゃくちゃ片方だけ寄ってて、右半分隠れてるっていうね、すごい不自然なんで、ちゃんと2個入るスペースあるから、2個出して完結でいいと思いますよ。でも分かるんですよ、なんで追加しないかっていう。多分、一つは報酬が見合ってないっていうスタミナと、今はまあ30ですけど、スタミナ30とか40とか変わりましたけど、ちょっと前は60だったんですよね。いや、それでもらえるのが、ちょっとのオーブと、真珠スレイヤーと、真珠ティグノスとガラゴーラだけだったんでね、完全に合ってないんですよね。それと比べて近畿は難しいし、ある程度使うけど、スタミナ一応見合ってはいると思うんですよ。ちょっと良くなったというか、あれもちょっと足りないぐらいですけどね。もう少し欲しいですけど。わがまま言ったら。まだいい方なんですよ。真珠本当に合ってないんですよね。スレイヤーもね、他で使えないんで、もう真珠限定になっちゃってるんで、またガチャもね、ないんですよ。わかる通りね、聖域の特攻ガチャ、ないんで、運営わかってるんですよね。これやっても誰も引かねえんじゃないかって。そう思ってると思うんで、そういう稼げないことはしない。追加しないっていう。そういう悲しい結果になってしまうかもしれないですね。でも本当ね、結構賛否両論あるコンテンツだと思いますけど、僕地味好きだったんで、真珠 BGM いいし難しかったから、それをクリアした時の達成感というか、味わうの結構好きだったんで、近畿もね、ちょっと落ち着いてきた今、この辺りでまた真珠追加してもいいんじゃないかと思いました。でも来たら来たでね、どうせまた難しいステージあって文句言うかもしれないですけど、とりあえず来てほしいですね。ということで、真珠について話をしていきました。からコメント欄に、これまでの真珠の聖域の思い出とか、これが追加されるとしたらこんな真珠がいいなっていう性能予想とかね、いろいろコメント欄に書いていただけると、で全部読ませていただいてるんで、よければ書いていただけると嬉しいです。で、あと、チャンネル登録もしていただけると、こんな感じの動画とか、生放送とか、モンストに関することの、ことをよくやってるんで、モンスト好きな方は、ちょっと満足できる内容となっていると思うんで、よければ登録お願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。